はいどうも、シカピのマヨです。今日はね、今ライブ中のチョビにちょっとドッキリを仕掛けたいと思ってます。で、何をするかって言ったら、タイマン配信普段やってるんやけど、そのタイマンにマヨが参加してむちゃくちゃ上手くなってるっていうドッキリを仕掛けます。やり方としては、マヨのアカウントを使って、俺の知り合いにフォートナイト上手い子いるんで、その子に代わってプレイしてもらう。で、チョビをボッコボコにしてもらうっていう感じで検証していきたいと思います。それでは参加希望出しましょう。さて、こんな感じかな。呼んでくれるかな。ちょっと楽しみ。マヨ何やっとんって。マヨ今ドッキリやっと。マヨさんやって、ちょっと嬉しいね。機嫌よくダンスしてるけど、今からボコボコにされるんやで。大丈夫かな。皆さんこんばんは。お、始まった。マヨさんやるんすか。やります。多分勝てるわと思ってるんやろな、余裕で。そう、マヨさんいるよ、初めて。マヨさんいます。まあでも中身はちょっと違うかもしれんけどね。でちょっと楽しみやな。とりあえず列並ぶと。お、チョビが頑張れ頑張れ。どまい。どまいどまい。俺をボコボコにしてストレス発散してくれ。みんなマヨさんマジうまいから気をつけなって。煽られてんな。みんなどうせ負けると思ってるやろな。よし、順番回ってきました。頑張ろう頑張ろうぜ。まあ俺じゃないんやけどね。頑張ってくれ。ボコボコにして、多分大丈夫やと思うけどな。結構上手やから。くそ。苦しんでます、チョビ選手。お、ナイス。頑張れ頑張れ頑張れ。頑張ってる頑張ってる。頑張れ頑張れ。多分これまず俺って気づいてないよな。気づいてないけど頑張ってる。登れんかった。クリアさん参加希望 OK。 お、コメント読んでる。ちょっと誰かに入れてもらって。ちょっと余裕出してんな。できれば。大丈夫か。頑張れ頑張れ。分かってるかな、敵の場所。出場したら金髪にする。むっちゃコメント読んでんねんけど。エマミッチ。集中しろ。シャケさんには間違うよね。待って、シャケ、あ、ごめん。あらあらあら、シャケさん好きんだもん。ちょっと待って、 175% で。さてさて、仕切り直し。あれ、ピネさん落ちんの。たかしくん初見です、参加希望です。 ID たかしくん OK です。ちょっと待ってくださいね。ディスコードとかやってますか。さて頑張れ。お、撃たれてる。大丈夫、完全に見失ってる。分かってるんかな、どこにおるか。分かる、全然俺には分からんけど。あ、やってるやってる。頑張れ頑張れ。煽っていく。戦えって。なめっぷしてるからね。遊びましょう。常に上を取っていくスタイルね。そろそろかな、決めに行く。おっと、シールド割れてる。頑張れチョビ。俺に負けるな、頑張れ。あ、やば、落ちるねー。頑張れ頑張れ。鈴木レントさん、めっちゃ久しぶりじゃないですか。久しぶりです。遊びましょう。ちょっと待ってください、ね、皆さん。編集バグってんな。
俺のやばい事前編集で終わってる。直せ直せ。よし頑張れ。やば真後ろおんでそれでも撃たない。おった、え、ちょっと焦ってるでしょ。うまっジジイ、え、これマヨさんなんですか。マヨさんなんです勝てるわこれマヨさんなんですよね。なんかめっちゃ上手くなってますね、この間と違って。そうなんですよマヨさんうまーってみんな来てる。マヨさんナイスってな。あ、すごいあれマヨさん本人えぐないマジでってみんなびっくりしてるで、オッケーよね。えぐかったやっぱり。高評価。おちょっとレベルがあれかな、かけ離れすぎとったかな意味のないリクエスト送っちゃった。あ、だから抜けたの。マヨさんうまって、そう、うまく、めっちゃうまくなってない。ナイス。マヨさんそんなにうまいんですかって、やばいな。マヨさんえってみんなの反応良すぎん。びっくりしてるびっくりしてる。いやでもこれバレてない、ワンチャンバレてない説、本人なのって半分本人ですみたいな。マヨさんめっちゃうまかった。マヨさんめっちゃうまかった、ありがとうこの間やった時はボコボコにしたのに。そんなん言わんでいいありがとうありがとう。ドッキリかなんか並みにうまかったって書かれてんねんけどバレてるバレてんねんけど、やっぱやばかったかな、そんなに違った。まあ、違うわな。ドッキリかなんか並みにうまかったんだけど、え、俺も多分ドッキリなんじゃないかなって思ってる。ドッキリ疑ってんねん疑うなよ。え、シャケさんがってるかもしれん、そんな思うってことは相当じゃん。あ、でも言葉には出せんかったんやな。いやー、やっぱあれか、段階踏まなあかんかったかもね激しかったかな。言ったら失礼かもしれないんですけど、遠くから見てもとてもマヨさんには見えない戦い方してるという、うまさ的にって、これやばないボロカスやねんけどまあしゃあないないや、これでもちょびちょっとフォローしてくれたら嬉しいな。いやー練習したんよみたいなね、そういう一言があったらちょっと相方としての愛を感じるんやけど、どうでしょう。え、これなんかあれじゃない、ドッキリ仕掛けてるんじゃないフォローも何もなかった全員であれやな、疑っていくスタイルね。はい、ということでね、検証結果、マヨが上手くなりすぎるとみんなが混乱するって感じかなまあバレたわねまあでも見てくれてる人もなんかチョビ自身も結構楽しめたかなと思って、よかったかなと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ